ちょっと勘弁してよ、取らねえって言ったじゃねえよ。なあ、ちょっと困るよ。なあ、その勘弁してくれよ。勘弁してくれよ、ほんと。取らねえって言ったじゃねえかよ。やばいよ。なあ、ちょっとやめてこれ。ミュージックコミュニケーション。悪いね、どうも。ちょっとポケベルになっちゃったもんでね、うん、これ本当顔取らないね、取らないね、うん、じゃあいいよ、うん、分かってりゃいいんだよ。いや、こっちも仕事だからさ、いろいろまずいところあるじゃない、あんま見せたくないね、本当は。まあでもな、お太っ腹見せちゃうよ今日は。ちょっと見てよ、うん。聞いている愚か者よ、いつまでも電話さえ来ない。夜ごとに薄汚れた両手の中、ハローハロー、ロックロールシティ。迷えるミュージシャンたちよ、私のもとへ来なさい、ジェームスの館へ。おっちゃん、おっちゃん、うん、見たところバンドじゃな。バンド名はキャンファイヤー。キャンファイヤー、どんな音楽を、うん、やられとるんじゃ。どっちかというとね、ファンク系ですか。どっちかというとファンク系の音楽。生活は楽かの。すっげえ苦しい。辛いな。よかろう。このジェームスの館にせっかくキャンプファイヤーの3人が来てくれたんじゃ。誰か尊敬するアーティストをこの場所に呼んで、君たちに劇を飛ばしてあげよう。尊敬するアーティストはミスタージェームス・ブラウン。ジェームス・ブラウン、ジェームス・ブラウン一番でしょ。では私がジェームス・ブラウンの霊を今からここに呼んで、君たちに劇を飛ばそう。どっちが前だ。Hey! You got the power! James Brown! King of James Brown!Campfire is very good. You got the power. You got the power. You got the power. Jamie, ladies and gentlemen, King of Soul Dynamite, James Brown. James. さよなら。またね。は裸足バカよね。おバカさん。アクション。いつまでもどこまでも。Yeah!
どうにかならないもんかよ。チパロンパロンペロン。よっと。よし、これでいいだろ。最近あの大変だよ。あのハウスユニットだ、ヒップホップのグループがあの電気使ってずっとこのなんだ自宅で音楽打ち込みっつうのやるもんだからもう。ヒューズ飛んじゃってよ。こっちたらお前仕事忙しいのに夜中もお前こんなとこまで来てやんねんやんねんで。頑張れよ。大丈夫だからな。これでな。世の中変わったね。ショッケ。